3番柳満を連れて北日本勢が静岡勢を抑えまして先頭誘導員の後ろへ入って残り2周、その後2番篠原忍が後方を嫌って、しかし1番遠藤の外蓋をする体勢になりました。まだ誘導がいる状態で抑えた北日本、5番竹山、3番柳、先頭2番手で残り1周半、1番遠藤勝也も引かずに3番手、2番篠原忍、その直後4番水谷昌司、中部勢は静岡勢と絡みまして6番の西徹が単独最後方です。残り1周の攻防、5番竹山啓太、これはマイペースが叶います。まだ誘導をフルに使う形、5番竹山啓太、3番手はどうか、2番の篠原、1番遠藤がわずかに踏み勝ちましたが、7番荒木真也、連結が外れている。北日本勢を3番手まくりで1番の遠藤かかる先行でしたが捉えて先頭だ。その後2番の篠原追ってきて、7番荒木真也は土俵際2番手争いになった。1番遠藤勝也降臨、2着は接戦、2番篠原忍か、内5番の竹山啓太。